それではですね、第11話の最後の話題ですね。3つ目、この宗教改革っていうのをやりましょう。104番目の話題になります。そしたらですね、ちょっとここで、ドイツの宗教改革と言ったんですけれども、ドイツの宗教改革に入る前に、その宗教改革とは一体何かっていうことを話します。じゃ あ歴史用語ですので、一応宗教改革黄色で書こう。簡単に言うと、キリスト教のうち、カトリックという宗派があります。そのカトリックを批判した人々が、これおかしいじゃないかカトリックはっていうことで批判した人が、一般的にプロテスタントと言われる。で、プロテスタントの中には、ルター派やカルバン派や、あるいはイギリス公教会などいろいろあって、プロテスタントっぽいプロテスタント、プロテスタントっぽくないプロテスタントいろいろあるんですけど、大きく分けてプロテスタントっていう、ルター派、カルバン派、あるいはイギリス国教会、などがある。プロテスタントの中にも3つ大きいものがあったり、もっと細かく分かれることもあるんだけれども、このように分かれていくっていうことですね。で、そのキリスト教。なので、キリスト教自体を図示していくと、キリスト教には大きく、イエス様が作ったキリスト教は大きく、中世ヨーロッパの時に、カトリック、ローマカトリックですね、っていうものと、ギリシャ正教ですね、聖像崇拝論争とか覚えててくれたらありがたいなっていうのがあるんですけれども、このカトリックからまた枝分かれして、カトリック、プロテスタント、そしてこっちから続くギリシャ正教、の現在では三大宗派があるよっていうことです。で、この動きがいわゆる宗教改革ですよね。こ
このように宗教改革とはということで、まとめておきます。今までカトリックっていうものがキリスト教の、本流であったものがそれを批判した人々がプロテスタントを生み出したよっていうことを挙げられます。まずこれを一つ押さえて、ちょっとメモを取って、ください。この後ドイツの宗教改革について話したいと思います。はい、じゃあドイツ、ですね。ドイツでの宗教改革、もちろんドイツっていう国はまだ存在してませんよね。中世とか中世以降、中世近世のドイツを何て言うかというと、もちろんこれは神聖ローマ帝国だ。してプロテスタントっていうその宗派が生み出されたかっていうとですね、その原因は ローマ教皇であるレオ10世、という人物が売りました。このあるものというのは、この、漢字が難しい漢字を書くこの食友情というものです。食友情というのは何かっていうと、これを買えば魂が救済される、すなわち天国に行けるっていうことですね。その地獄に行くとか天国に行くとかいうことは現代の我々にとってみれば考えられないほどこの時代の人々の関心事で、盗みを働いたとか人殺しを犯したとかいう人は本気で地獄に行ってね、玉で煮られてっていうことを考えますので、これを買えば、天国に行けると、そういうふうな罪が許されるっていうものをそのドイツで売り出したんです。ローマ教皇自体はローマ、イタリアにいるんですけれども、ドイツっていうのはですね、その時に強い王様がいないので、割と闇商売をやり放題だったんですね。強い王様がいてね、うちの国で何をやってるんだっていうような人もいないから、ドイツであったら隠れて商売をすることも可能だったわけだ。これに目をつけたローマ教皇レオ10世が、じゃあドイツで、免罪符をどん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 販売してやろうと。これは何かっていうと、理由としてはローマにバカでかい教会ですね。前々回お話ししたこれです。サンピエトロ大聖堂、これを作りたいということですね。サンピエトロ聖堂、またサンピエトロ大聖堂の
トロ大聖堂の建築資金の調達のために、このように、売るわけですね。レオ10世という人物はメディチ家の出身であって、やっぱり根が商売人の家系で出てるわけですので、お金がない、教会を建てたい、そうすると物を売ろうじゃないか、教会で売れるものっていうのは何か、それは罪の意識を持った人に対して、これを買えば罪が許されるよっていう、そういうその札を販売するっていうことですね。そういう発想で、来ているんです。ただこれをですね、やっぱりね、お金を払って罪を許してもらうっていうのはおかしいんじゃないかっていうことですね。これに対して、真面目に、神様について神学を教えていたウィッテンベルク大学教授の マルティン・ルターですね、要はルターだけ、を書きます、が、ウィッテンベルク大学教授のマルティン・ルターという人が95箇条の論題で、批判をしました。95箇条にわたってね、教会を批判するっていうことは、これはね、非常に大それたことですよね。95もの欠点を挙げつらうっていうのはなかなか難しい、ですよね。で、このルターの説、95箇条の論題において、展開されたルターの説は、人は信仰によってのみ義とされるという信仰義認説です。例え話をしましょうか。こういうことです。ルターは、こういうことは間違いだって言っているんです。例えば神社に行きますね。神社に行って財布からお賽銭を取り出して、チャリンチャリンチャリンとお願いしますと、ね、うちのおばあちゃんの病気を治してください、あるいは大学受験にぜひ力を貸してください、大学受かりますように、何々しますようにっていうようなことをしますよね。割と神社に行って、何かお願いをすると、それは間違いだってルターは言っているんです。何かというと、そうじゃない、何か見返りを期待していいことが起きますようにじゃなくって、神様は神様で敬って、神様尊敬申し上げます、神様は偉い、神様のことを信じますっていうようなことで、神様に熱心に祈っているわけではないからですよ。例えば太宰府、私は太宰府の出身ですが、太宰府天満宮に行って、学問の神様ですから、大学受験合格を祈ります、それはルターが言う信仰義人ではない、本来であれば菅原道真様に
を尊敬申し上げます、菅原道真様を信じます、菅原道真様って言って祈るのが本当ではないかっていうことをルターは言ったんですよね。神様、人は信仰によってのみ義とされるっていうのは、見返りを期待せず神様を一心に祈り続けることで、その信仰の拠り所にしてくださいよっていうことです。こういうことを言うわけですね。だから天国に行くために、祈るのはおかしい、そうじゃなくて神様を尊敬し神様のことを一心にただひたすら祈りなさいって言ったわけです。そうするとですね、ルターはですね、95個もカトリック教会を批判したわけですから、これはキリスト教世界では大それたことなんです。時の王様ですね、帝国議会ですね、神聖ローマ帝国の議会で、ルターに信仰を捨てよと言ったわけですね。でルターは自分の説を捨てなかったため、ルターが自説を撤回しなかったため、ですね、追放、ルターは帝国を追放されてしまって、その帝国、神聖ローマ帝国から追い出されようとするんですが、カール5世は裏でですね、あんな危険思想を持った人物は生かしておけないっていうことで、暗殺者を差し向けるんです。ルターに、ね、迫る暗殺者、ルターは帝国を出ていこうとするルターに迫る暗殺者、その時に、白馬に乗った人物がですね、ルターをパッとさらっていくんですね。そして、ベールに包まれたその顔をパッと上げるとですね、そこにいた人物がですね、安心しろとルター、ね、お前の命は俺が守ってやるからということで、その人物はザクセン選帝侯フリードリヒという人物です。殺されかかったルターを白馬に乗って人知れずさらってきて、安心しろと、俺の元で、しばらく身を隠しておけということで、
ルターは新約聖書のドイツ語訳に専念します。このザクセン宣帝国フリートリヒにかくまわれている間ですね、歴史の舞台からルターはふっと消えていって、その時間に、新約聖書をドイツ語に訳して、できるだけ多くの人に、私の信仰義人説ね、これを伝えたいんだと、そのように、するわけですね。で、歴史の表舞台からルターは一旦姿を消すんですが、ルターが言った影響ですね、これがドイツ各地に広がります。はい、ルターは身を隠しますが、ルターの思想が一人歩きをしてね、ドイツ中に広がっていきますよ。まず一つは、ドイツ農民戦争です。ルターの教えに共感したミューツァーが農奴制廃止などを掲げ、反乱を起こします。ルターの教えに共感したというのは信仰、純粋な信仰を追求しようということに共感はしたんですけれども、もう途中からこの農民反乱はどっちかというと自分たちの農奴制を廃止しようっていう風な農民の一揆みたいになってしまって、もう信仰なんかはどうでもよくてイケイケどんどんで、俺も反乱っていうことになったので、ルターはじめ同調していたが、俺の意見に共感をしてくれた人がいるんだ、ありがたいなって思っていたんですが、後にイケイケどんどん、俺も反乱っていうことになっていったので、ということですね。これが一つ、ルターの影響の一つです。ドイツ農民戦争ですね。ルターは歴史の表舞台から姿を消したが、その影響はずっと残ります。その二つ目、これが、人々ですね、要するにドイツというのは神聖ローマ帝国というのはたくさんのちっちゃい国々に分かれていて、そうですね、江戸時代の藩のような感じになっていて、それぞれが独立した小国家が一人の皇帝をいただくことで国としてのまとまりがあったっていうことなんですが、これの一つ一つのちっちゃい国の諸侯たちが中には、俺ルターの意見に賛成だ、俺も、俺も、俺も、
俺もっていうふうにその諸行レベルでルターの教えに賛同する人がちょこちょこ出てきたっていうことです。でこの人たちがこのルターの教えに共感した諸侯たちが同盟を結ぶに至ります。これのことをシュマルカルデン同盟と言います。戦乱が起きたことをシュマルカルデン、戦争と言います、ね。カトリックを、信じなさいと。しかし我々はルターの教えに、共感しますよって言って、そのカトリックを推し進める帝国に抵抗したわけですね。この抵抗したプロテストしたってことがプロテスタントの語源になるので、それは知っておいてもいいと思います。さあルターは教会を批判し帝国を追放されていく、その途中で、フリードリヒにかくまわれて歴史の表舞台から姿を消し、しかしルターの影響が一人歩きしてドイツ農民戦争とシュマルカルデン同盟っていうことになっていきます。ただね、神聖ローマ皇帝はルターの影響の強さにびっくりするわけですね。だって、諸侯たち江戸幕府で言えば藩の大名たちがいくつもルターに協調をし始める、ルターの教えに、共感し始めて、帝国から離れようとしているわけですね。これじゃ国が滅びてしまうということで、神聖ローマ皇帝カール5世は妥協を、しようとします。それが アウクスブルクの和議というものです。アウクスブルクの宗教和議とも言います。これはカール5世の妥協ですね。どのように妥協したかというと、諸侯に領地の宗派が選択をさせるっていうのが妥協です。だからルター派はこれで公認されたことにはなります、ね。
カール5世はもう許していかないと、どん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 ルター派に同調する諸侯が出て帝国を維持できないと考えたんでしょう。ただドイツがこうあるとしたら、この土地の諸侯ですね、江戸時代で言えば大名にあたる存在、一番偉い人がこの土地すべてをカトリックかルター派かを選択をするっていうことなので、庶民、民衆が個人的に私はカトリックを信仰したい、私はルター派を信仰したいっていうことはないよっていうことをカール5世は言いました。だからこの人がカトリックならばこの人もカトリック、みんなカトリック、この人がプロテスタントで、ルター派を信仰したらみんなルター派ということになります。この民衆レベルで自由がないっていうことが後に30年戦争などの宗教戦争につながっていきます。今回はこれで終わりです。次にね、ドイツの宗教改革の影響がスイスやイギリスなどに伝わっていく様子を見ていきたいと思います。